ネクストチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、石井さなえと。こんばんは、橋本ゆずきです。この番組ではガールズネクストの表から裏までを紹介する番組です。はい、本日もお台場ベイスタジオから生放送でお送りしています。はい、はい、始まりました。ガールズネクストチャンネル。そう、今日もヤジーがいないということで、さなちゃん3回目の MC です。はい、さなちゃんどうですか、 MC は。だいぶ慣れてきましたね。あんま上がらなくなりました。お、じゃあリラックスしてガールズトーク、はい、皆さん1時間見ていてください。はい、盛り上がっていきましょう。盛り上がりましょう。はい、そしてお台場、今日は人が多いですね。いっぱいいますね。なんか今日ゆずも初めてコメントで知ったんですけど、今日がなんとね、連休3連休の初日ということで。あ、そっか、月曜日休みですよね。ゆりかもめの中もね、カップルやらね。そう、カップルを取ったりして、あとね、おじいちゃんおばあちゃんと孫とか、うん、家族連れとか。そう、すごい幸せそうだった。うん、幸せですね。幸せですね。浮いてるだけで幸せですね。幸せですね。ゆずる、なんか3連休はなんかあるんですか。ゆずるは何の予定もないんだなぁ。知らなかった。お仕事とかですかね。あー、そっか。かなちゃんはそうですね、お仕事ですね。お仕事ですね。はい、そんな感じで。そういえばゆずゆず具合悪いって言ってる。そうなんですよ。今チャットでもファンの方が心配してくださってるんですが、うんうん、熱は多分あるけど、今ね薬飲んでてちょっと元気になってる、うんうん、大丈夫だから今いける感じ。頑張りなさい。頑張ります。よろしく。それでは、はい、ゲストさんをお呼びしましょう。はい、今日は2回目の登場の菅原しおりちゃんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。はい、では自己紹介お願いします。はい、ガールズネクスト R4 チームの菅原しおりです。よろしくお願いします。お願いします。イエイイエイ。しおりちゃん、あだ名とかはありますか。まあ、特にないんですけど。いや、よく言われてるのは最近はしおりんですかね。しおりん、皆さんしおりんをよろしくお願いします。見て、ここしおりん。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も皆さん見に来てくれてありがとうございます。それではチャットに参加してくれてる方々をご紹介いたします。はい、待ってね。シュートデッサン、こんばんは。こんばんは。ゲッチューさん、こんばんは。さくらサンキューさん、こんばんは。天使のトマトさん、こんばんは。あと待ってね。待つよ。そんな。タッキー2世さん、こんばんは。そんな感じかな。いっぱいありがたいですね。皆さんありがたい。今日ね、ゆずゆずって、元気に、けなげって読むんだよ。けなげって読むんだから。けなげって読むんだって。けなげに頑張るタイプとか、ちょっと皆さんありがとうございます。ちゃんと直さないと。そう、ちょっと熱が出てるんだけどね。頑張るよ。しおりんって、ありがとうございます。そう、みんなしおりんって。しおりんか。しおりんか。あ、さなではないのかな。さなえちゃんではみんな、どうかな。ないかな。ちょっと、外言ってないね。そう。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。質問など、受け付けてるので。募集してますでい。はい。そう、それではね。あ、さなちゃん、今日も可愛いよって。お、思ってる。本当に思ってる。思ってないそうだな。かわいいかわいいって。かわいい。だってね、ストラップにしたくなるからね。それなんかみんな言うんだけど、何それ。つけて持ってた。分かる。うんうん、ほわほわ。どうだってみんな振り回すんでしょ。しおりちゃんもストラップにできそう。できないできない、うん、なんだっけ、ブログのタイトル、しおりかじり虫。しおりかじり虫。あれ、なんでなんですか。あの、ずっと、うん、高校生の時にお尻って呼ばれてて。お尻。うんうん。あ、文字変えたらね。しおりを並べ替えたらお尻なんだけど、うん、みんなにお尻って呼ばれて。ちょっとかわいそう。嫌だね。で、しおりかじり虫。そうそうそう。いいネーミングだ。今は呼ばれてないの。あー、あんまり呼ばれない。みんなね、ちょっとしおりんとか呼ばれて。お尻が大きいのかと。それもあるかな。それさ、ゆずゆずが元気じゃん。元気じゃないからやる気が起きない。元気じゃん、どう見ても。ゆずゆず今日も可愛いよ。だってゆずゆず今日は熱で、なんていうんだ、
熱で潤んでて潤んでてか、何潤んでないんだけどあ、でも水分いっぱい取ったから潤んでんのかなさっきめっちゃガブガブ飲んでたもんね。飲むと元気になるから。しおっちってあだ名に消えてなんか勝手になったらしおっち、そう、ストラップにはできてないけど、今日の待ち受けにはなってるよ、さなつんって。ほんとにさなつんが待ち受けだって。何の写真だろう。いいな、いいな。変顔とかだったら。さなつんかわいい。さなつんかわいい。ゆずゆず大丈夫熱。大丈夫です。たぶん。たぶん平気。元気元気。いないな、ゆずゆず。きっと漢字が読めないのはね、熱のせいに違いないよね、ゆずゆず。そう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 。いつも読めてるから、きっと。熱のせいで漢字が読めない。先週もなんか読めてなかったけどきっと先週から熱が、それでは最初のコーナーいっちゃいますか。はい、いきますよ。ガールズネクストナウコーナー、イエーイ。はい、このコーナーはですね、ガールズネクストに出ていてくれてる方々の今のナウというのはね、今という意味ですからね。昨日もね、レッスンがあったんですが、そう、2人ともね、ちょっと欠席だったんで、さなつにどんな感じだったのかを。どんな感じだった、うん、なんか、なんだろう、マネージャーさんとかが誰もいなくて、うん、女の子だけになっちゃって、もう完全に女子校のノリなのかな、みたいな。放課後の教室みたいな。そうガールズトークで、恋愛トークしたり、うん、なんだろう、いろいろ本当に練習は練習、確かに練習はだね。練習はそのつ、まあその辺はまあ合わせた、うん、ちょっとちゃんとしましたよ。ちゃんとした、はい、すごい偉いもんね。じゃあゆずゆずのブログネタで質問、海と山どっちが好き。そう、うん、そう、じゃあね、ゆずゆずが今日ブログ更新した時に海と山どっちが好きって聞いたんですが、お二人にも聞いてもよろしいでしょうか。うんうん、おじゃあしおりちゃんはしおりは海かなぁ。おぉ、うん、あ、そっか、北海道ですもんね。そう、北海道出身、港町出身だから、うん、海が好きみたいなね。そう、海やっぱ落ち着きますね。さっきもここに来るまでの間に、うん、お台場ね、海があるからね、この水の感じがすごい、水の感じが好きわと思いました。さなちゃんはどっちが好きですか。山かな。山、意外。もう意外。本当、海ね、うん、泳げないからね。さなちゃん水泳できないんだ。そう、全く泳げないし、なんか水に入る楽しさがわからない、ね、ちょっとそれ若者の発言か。実験か。確かに練習は、そういう時の練習って誰が仕切るの。そうですね、うんうん、そういうガールズネクストの時の練習って仕切るのはチームのリーダーとかっているんですか。いないですね。でも年上だから、うん、R3 で一番と、うん、みんな中学生で、年上だからしっかりしなきゃって思うけど、さなくんが年上だって、っ何それ、どういうこと？さなくんが年上だってよ。しおりちゃんのチームは、うちのチームはまあ誰か仕切るわけでもないけど、うん、でも結構話し合いとかすごくガンガンしますね。嘘、うん、結構でも年齢がね。そう、結構平均年齢上のチームですよね。そうだね、4人中そう、まあ、1人が今中学校卒業したセイナが中学生でしたもんね。そうで、あと二階堂まりちゃんは同い年20歳で、うん、20歳で、あとゆいちゃんは赤松ゆいちゃん、赤松ゆいちゃんはもう20歳超えてるから、うん、ね、オーバー20ですね。そう、オーバー20ですよね。でもなんかちょっとなんか意志が固い感じが似てる気がします、チーム。あー、なんか練習とか見ててもやっぱ一番なんか振りとか考えてません。そうかも、うん、なんか要領、うん、よく進んでる感じを見てると思った。おー、いいチームですね。ゆずゆずの R2 はどんな感じ。 R2 はどうなんだろうな。結構ね、ももちゃんがやっぱりこう臨機応変にしてくれてるのかな、一番年上だし、うんみたいな感じかな。R2 あんまり集まってなくない、なんか、そうそうそう、みんな忙しいから、ね、この間の金曜日集まれなかったから、24日練習しようかってなって、うんうんうん、みんなでプライベートだけど、会う約束して、うんうん、そう、ちょっとね、ゆずゆずチームは誰がリーダー的な感じ。やっぱももちゃんね、うん。スナップのブログで書いてた R4 は、はしゃっていい雰囲気だって。うん、うん、そうそう、いい雰囲気なんですよ。そう、なんかすごい真剣な感じに見えた。そうだね、うん、みんな結構もう本気で。本気だよね、うん、そう、いいのを作りたいっていうのが。
ありますね。すごい、アルフォーだけハモってたもんね、みんな。そうすごいと思って。歌がね、歌のレベルが違う、なんか。うん、そう、しかもね、しかも、しおりちゃんの見た目ってホワホワしてるじゃないですか。だけどね、歌うとね、ガラッと変わるんだよ。本当に。そんなことないよ。びっくりしたもん。うん、なんか急にかっこよくなるの。なんか、ホワホワのオーラが一瞬でパッて変わって、すごい歌上手だし、顔に似合わずの声。うん、うん。すんごい上手い歌が。でも嬉しいです。なんか変わりますよね、歌って。歌好きですか、やっぱり。歌めっちゃ好きです。音楽がめっちゃ好き。うん。前ギター担いできたもんね。うん、そう、なんかね、こう、駅にさ、ギターショップさんいるなと思ったら、しおりちゃんだった。そう。そう。ね。ギターもやってたりするんですけど、うん、そう、この間ね、プロデューサーさんにギター女って言われて。ギター女言われてたよ、確かに。ちょっと失礼だよね、ギター女はね。かわいい感じがいける。ゆずゆずがリーダー、それだけは勘弁。なんでよ、ゆずゆずが、なんて読むんですか、これ。下克上。下克上で、R プリーダーになって引っ張るんやつか。それは勘弁とかさ、ちょっとまとめられるから。結構できるんだぞ、ギター音楽ってひでー。音楽はどんなの聴くのって。音楽はね、本当にいろんなの聴くんですけど、クラシックも好きだし、そう、ロック、ギターやってるからロックも好きだし、ジャズも好きだし、いろんなジャンルが好きなんですか。そう、本当幅広く聴きますね。すごい。へえ、じゃあなんか、うん、自分で弾いたりするのもいろんなジャンルとかですか。ずっとサックスをやってて、小学校5年生からかな。楽器好きですね。そう、好きなんだよ。サックスってこういうのでしょ。そう、こういうやつ。こういうやつ。こういうやつね。そう、好きで。自分で曲書いたりもするんですか。もうしてます、今。え、すごい、それは。なんか難しくないですか。授業でなんか音楽、歌を作ろうみたいなのやってて。すごい。なんか音符とかまず決まったのをこうやってやってたら、こんなのやってみんな音楽作ってんのかなと思って、なんかちょっと大変と思った。うん、そうだよね。音楽の守備範囲が広いんだねって。そうですね。守備範囲って何ですか。まあ何でも幅広く。そういうことか。なんかゆずゆず先生すごいね、賢い人に見えるね。ゆずゆずが前からだけかもしれない。ゆずゆずはちなみにどんな曲を聴くの。どんな聴いちゃう、そういうの。最近は西野カナさんとか。でも AKB も好きだし、アイドルが結構好きかも。サナチュンは最近ね、モームス聴いてる。モームス聴いてんの。うん、なんか小学校の時好きやったんだけど、たまたま家で CD 見つけて、あ、懐かしいと思って聴いたらハマっちゃって、もうモームス入りたいもん、なんか今。今モームス入りたいって。もう大体そう。もうすごい、サックスはかっこいいよね。弾けないから憧れますな。ありがとうございます。なんか今日のゆずゆずはいつも以上にふわふわしてていいな。じゃあだってさ、なんだろう、病に侵されてるから。ちょっとふわついてるかもしれない。そうかも、そうかもね。めっちゃもっと元気な感じだけど、うん、おー、ちょっと目なんか潤んでるもん。潤んでる、うん、でもよく言われるの。嘘、うん、泣きそうなのって。うん、そうなんだ。うん、別に泣きそうなわけじゃないんですけどね。さくは声優も聞く。あー、声優さんか。うん、なんかそっち系の多いですもんね。かわいい声。ももちゃんっていろんな声出しますよね。うん、あー、そうなんだ。なんかかっこいい歌も歌ったと思ってば、すっごい曲も歌って、同じチームなんですけど、びっくりした。しおりちゃんって結構かっこいい曲ばっかりですか、歌うの。いや、全然、なんか川島愛さんとかみたいな、なんかああいう感じも好きだし。そうなんだ。本当にいろんな範囲ですね。そうだね。でもね、さっきね、思ったのが、さなつんにね、今日何時に集合したらいいか分からなくて電話をしたら、洋楽、なんていうの、街歌、がさ、かっこいい感じの洋楽だったじゃん。なんかサナツンこういうのも聞くんだと思って。そう、サナツンね、英語すごい得意だしね。あ、そうなんだ。そう、本当に英語すごい得意だから、サナツンが洋楽聞くの分かる。でも洋楽は大好き。そうなの。そうそうそうね。意外。ゆず洋楽なんか前スキーとか言ってたけどよく分かんない。スキーとか言ってみたけどさ、もうちょっとやっぱ英語はなちょっとダンスやってるからね。そっか、洋楽で踊るから。え、ダンス洋楽で踊るんだ。うん、それの洋楽かな。だから結構聞いて覚えてみたいな。サナチュンのダンス見てみた。しおりちゃんダンスできますか。
しおりはね、本当にダンスできないから、どうしよう。できなそうだもん。できなそう、すごい。おっとりしてるから。ちょっとその動き早いよ、みたいな。嘘。でもね、本当に多分苦手。まあ、そんなしたこともないし。うん、だからもうね、先が怖くても不安だらけ。そうか、これからね、うん、振り付けとかありますしね。うん。この間のももちゃんワンマンは、確かにいろんな曲が聴けて、そうそうそう、ももちゃん本当にすごいからね。英語が得意、じゃあここで英語を披露って無茶ぶりかって。さなつん英語無茶ぶりは嫌だって。ちょっと喧嘩されちゃったよ。さっきなんか覚えたんだよ。なんか一緒に楽しみましょうみたいな。言ってたね。ジョイアス？ジョイアス？なんとかジョイアスみたいな。なんだろう。じゃあ、忘れちゃった。英語のさ、方が来たらさ、うんうん、みんなで。英語で挨拶しよう。英語で考えとかなきゃ。4月11日のライブ、ガールズネクストとマリードール見れるから楽しみ。うんうんうん。一緒にやるんですかね。そうだね。多分4月11日のライブは、うん、あれだよね。いろんなアイドルさんたちが来てくれるみたいだよね。そうなんだ。やっぱみんなが大好きなアイドルさんとかも一緒に共演できるわけなんだね。すごい、そうやって考えると。ね、頑張らないとね。なんか、ね、緊張するよね。高かったら、うん、なんか、そうだよね。頑張らなきゃって。そうそうそう。しかもね、27日に初ライブがあるんですよね。大して初めてライブっていう。そうそう、まあ、大してね。そんな感じなんですか。どうですか、27日の練習とか。どうなんだろう。そう、昨日行かなかったから。そっか。あれだけど、でもね、うん、この間の、あの、高田の馬場でやった時も、うん、結構みんなで、集まったりとかして練習したから、今回もそうなる気がするな。すごいよ。みんなめっちゃ練習してる。うん。うん、なんか、個人でカラオケで集まってやったりとかしてるみたいですよね。うん、でも、うん、集まったけど結局普通にカラオケやっちゃって、まあ、発声練習だよね、みたいな。すごいすごいすごい。そうだね。ゆずゆずたちも、高田馬場の日、朝から集まってカラオケでみんなで打ち合わせして、うんうん、で、もうなかなかメンバーが一気に集まれなかったんだけど、そう一人入れ替わりで、みたいな感じで、すごい練習しててね、うん、ドタバタな一日でしたよ、ハプニングもあり。どうでしたこの間の。この間は、でも、初めてにしては、みんなまとまってできたかなっていう感じ、うん。そう、色が一緒、結構似てるなと思って、ある方。うん、そうだね。楽しそうですよね。楽しい、楽しい。なんか、しかも、この間ね、こう、熊井千鶴子ちゃんと二人で飲み物取りに行って歩いてたんですよ。そしたら、あの、しおりちゃんとかな、まいちゃんが、うん、あ、かわいい子見つけたーとか言って、ナンパしてきて、あ、かわいい子発見ってやられて、まりちゃんってこんな人だったんだとか思って。バラされた、ね。そう。びっくりした。まりちゃんとか面白い人だった。R4 ってなんかキャラ濃くないみたいな。怖い。そう。うん。なんか、面白い、ほんとに。一人一人が強い。あ、でもみんな全然違う感じもかもね。そう、でもなんか一個のところは似てるって感じがするかも。嬉しい嬉しい。ジュリオとは違う曲を歌うの？んーとね、どうなんだろう。一緒の曲だけど同じチームで、とりあえずね、うん、新曲が3曲あるんですよね、うん、それを1チームが歌う。だから4チームバーによく聴けるみたいな感じですかね、うん、そうなんだね。うん、そう、観客は DD オタだらけなんだろうな、5月91日。DD って何？誰でも大好きですよ。誰でも大好き、DD。さなつんに聞いた、誰でも大好き。そうなんだよ、大好き。DD って言います。しおりちゃん大好きだよ、ありがとうございます。やったー。嬉しいな。個人的には、11日のは、さっきおかりなちゃんとかって、おーっとっと違う公演してるぞ、ちょっと。ガールズネクストだぞ。ガールズネクスト応援してくれよ。そう。そっかそっか、いろんな人が出るんだね。なんか楽しみですね、うんうん。そう、みんなが好きなアイドルさんにも会えるんだ。うん。いろいろ吸収しとかなきゃな。勉強できますね。見れるといいな。お台場に来たことは、これ2回目ですよね。うん、2回目だね。どうですか、2回目は。この、収録時間生放送。生放送。でもなんか、なんだろう、楽しい。でも、この間はね、うん、ゲストが、いっぱいいたんですか？ 4 人だったの。そう、4人だったんだけど、うん、なんか1人だから、すごいちょっと心細いけど。心細い、頑張ろう頑張ろう。でも、そう、ゆずゆずもさなつもね、こんな感じだから。そう、こんな感じだから、どんな感じだよなんかすごい楽しいですよ。本当に？ DD って、
ハタチーズ最高。ハタチーズ、ハタチーズってなんだ。あ、嬉しい。オーバーツインティーチーズか。あのね、二階堂まりちゃんと私が、うん、あの全部の中でハタチが多分二人だけだと思うんだけど、うん、勝手にそれこれハタチーズだねって言って。ハタチーズ。そうなんだ。チーム名ができたんだ。そう、ハタチーズなの。だから大好きで最高。嬉しい。おお、ゆずが好きなんだよって嬉しいな。かずやつかささん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。花つんゆずゆずしおに待たせたな、こんばんは。ありがとうございます。嬉しいですな。いやいや、うん、もちろん R2 も応援してますよ。え、R2 だけかいで。そう、ガールズネクストね、全部ね。今日の放送まったりしてていいね。そう。お、だってもう、しおりと、もうね、はなつんのふわふわビームでゆずもこうやられてる。いやー、アラサーならぬアラツ。アラツだね。いいな、アラツで。でもそしたらさ、はなつんもアラツだよね。もうすぐ次19歳になります。まだか、まだか、まだアラツじゃない。アラとえじゃない。そっか、二十歳だもんね。お台場で思い出とかありますか？全然ないな。でもなんかね、うん、やっぱりすごい綺麗じゃない外が、うん、だって東京タワーも見えるし、うん、レインボーブリッジも見えるし、なんか ねここ超絶景ポイント、すごい綺麗。一人でね、さっき早く来ちゃって、うん、こう歩いてきて、あ、写真撮ろうと思って、そうそうそう、外写真撮って、でもこんな綺麗じゃなかったの、さっきは。そう、なんかまだね、日が落ちてなかったから。夜はね、綺麗だよね。やっぱ全然違うなと思って、うん、いい感じ、綺麗。100万ドルの夜景ですか。そう100万ドルの夜景だから。そう、超綺麗だよね。綺麗、うん、あ、そう、ゆずゆずなんか iPhone、 そうなんですよね、 iPhone、 この番組ユーストリームが iPhone のユーストリームビューアーっていうね、こうサイトををダウンロードしてもらうと iPhone でも見れるようになるんですよ。そう、今何位なのかまだちょっとわかんないけど、また、ね、教えてもらったら報告します。そう、はい、これ全国でやってるんですよ。だから英語とか、先週すごいよね。そう、先週ね、なんと300万番組中第2位でした。すごい、すごい、すごい、おめでとう。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週は何位なの、ね、今週何位だろうね、うん、お台場の夜景をさなつんと見ると一層綺麗に見えるだろうな。トトロ1234さん、本当に嬉しい。3、4、5か。さなつんとってさ、じゃねえ、3人とって、3人と言うと、いいな、お台場行きたい。こんばんは、初参加って、わわぽんさん、こんばんは。多分さわわぽんさんさ、うち関係かな、わかんない。うちのワンちゃんがワワって言うんですよ、ポテットが、うんうん、絶対なんかね、あれだね。ペット飼ってるんだ。そう、ポメラニアンの女の子飼ってるんですよ。いい、ね、でもね、もうぷっくり膨れちゃって、おデブちゃん、かわいいじゃん。そう、ずっと寝てるか食べてるか、かわいい。ご飯ちょうだいってしてるか、どっちか。そう、ゆずゆずのうちのワンちゃんね。でも、しおりちゃんなんか飼ってる？ね、今は一人暮らしで飼ってないけど、うん、実家にはトイプードルがいる。あ、トイプ何色ですか？なんかね、うん、最初はなんか変わったの？色変わったの？なんていうんだ、最初なんかちょっとね、クリーム色っぽかったんだけど、うん、なんかどんどんなんか白っぽくなってきて、汚れてただけじゃない？違う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 白くなったかもしれないね。全世界でやってるのか、かなりスケールでかいですよね。そうなの、うん、この番組すごい。あ、今日も iPhone から見ると2位だって。 おめでとう。すごい、2位だよ、2位、ね、おめでとうだ、本当にみんなおめでとうって、うん、I love Japan Woman、 ウーメン、うん、日本の女性が好きってこと？ゆずゆずと見たいな、夜景。うぅ、嬉しいな。そう、さなつん、ゆずゆず、しおりんが並ぶだけでとても癒されますねって。嬉しいですね。嬉しい。そう、なんかね、和菓子系、そう、うちのワンちゃんのことが書いてあったからね。ぷっくりってワーポン。だって本当にぷっくりなんだもん。ぷっくり、ぽっちゃり？おデブ、本当おデブ。本当にお肉とかやばい、お腹の。え、さぁ。ワンちゃん太ってますか？普通かな。そう。サナツは何か飼ってますか？何も飼ってないんですけど、うん、今ウーパールーパー飼いたいです。
なんかサナちゃんに似てるかも。言われるのそれ、ね、思った。ルーパールーパー。ルーパールーパーだ。やだ。サナちゃんルーパールーパー。顔赤くなっちゃった。なんかね、サナちゃん似てる。喜んでいいのね。うん。お父さんの方もめっちゃ笑っちゃう。でもこの前だってアライグマだっけ、なんだっけ、うん、アライグマ似てるって言われたけど、ウパルパやっぱり、やっぱあれだよね、癒し系なんだよ、うん、だってうちもウパルパ買いたい、買いたいよね、うん、なんか理科室にいた、いた理科室に中学の頃、ウパルパ、そう、しおりちゃん、アルトサックスのプロ、おー、全然プロじゃないけど、ありがとうございます、アルトサックス、そう、アルトサックスって何ですか、低いってこと、うんとね、ソプラノ、まあ、4種類メジャーなのがあって、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンっていうのがあるんだけど、アルトサックスが2番目かな。音の低さとか。そうそうそう。そうなんだ。見てるよーって。絶対家族とかね。ね、おめでとうに1位目指そうねって目指しますよね。みんなおめでとうって。いつものゆずゆずに戻ってきた気がする。そう、なんか元気出てきたよ。今度ブログに和菓子系で、ウパルパ似てるって本当に照れるさなちゃんも可愛い、照れてないけど別に何を言ってるのか分からないけど可愛い、何何と言ってましたが、言って、あ、このなんか今日ねまたイングリッシュで書き込みが入ったんですが、うん、なんかこの訳していただいたんですが、何を言ってるかわからないけど可愛いって、ありがとうございます、これ英語で挨拶した方がいいかな、 Thank you Thank you, Thank you. そっか、言葉が通じなくてもね映像を見てるんだ、うん、そうだね、ちょっとすごいぞ、訳、はい、私は何を言ってるのかわからないけど、グレーのセーター着てる子は熱い、グレーのセーターはこれか、熱い、熱いってどういう意味だ？ホットの熱いかな？ホット？ホット汗かいてるかな？そっちなの？可愛いって意味じゃないかな？本当に嬉しい、うん、直訳教えてくれた。ゆずゆずもさなちゃんもしおりちゃんも歌が上手だよね。お、嬉しい。さなちゃんもしおりちゃんもすごい上手いんだけど、ゆずゆずはね、本当音外れてるんだよ、よく弾くと。ゆずゆず上手いもん。ゆずゆず上手だよね。なんか、みんなで練習したとき、ゆずゆずの隣ぐらいにいたときに、うん、めっちゃ上手いなと思った。上手くないよ、ちょっとみんな。どうして今日そんなに褒めてくれるの熱だから。熱だから風のときって優しいですよね、みんな。家族とかなんか。熱で痛いもんね。そうそう。すごい、そういうときに、ね、ありがたさを感じるんだけどさ、熱冷めるとさ、なんか普通なに戻っちゃうんだよね。ねゆずゆずは歌よりモノマネが方が上手だよねって、待ってよ、無茶ぶりだ、本当にさ、待ってよ、モノマネとかできないかんね、あれ、モノマネ18番何もないよ、いいねいいね、じゃあ次までにさ、考えとくから伝えのダメゆずゆずなんか歌ってダメだよ、風邪ひいてる、見たくない、ダメ、ほんとはい、じゃあ次のコーナー行きましょうか、次のコーナー次のコーナー、じゃあね、この日これ行きますよ、うん、せーの、今日は何の日コーナー、イエーイ、そう、前回は3月13日でサンドイッチの日ということでね、うん、本日3月20日は何の日かというのをファンの方から、お外の方やチャットの方、うん、皆さんぜひいろんな面白い答えを書き込んじゃってください、面白かった日に決めます。決めます。あ、そういう感じなの。本当はじゃなくて、はい、うん、うん、そういうのじゃなくて、ファンの方のアイディアとか、今日あれじゃないみたいな。なるほどね。うん、で、って言っても、前回3月13日、サンドイッチの日って言われて、すごいよく考えたねとか言ったけど、本当に3月13日、元サンドイッチの日だったらしくて。そうなんだ。そう、みたいな感じ。お、ゆずゆずの体調が回復した日。そうだ。回復したけどさ、また帰ってグダってしてたなんかこう、ね、波があるよね、うんうん、調べるの忘れたとか言って待って、もう読まないかんね、こういうのこういうの読まないかんね、もうやりたくないもんモノマネをモノマネを全世界に初発信の日ダメ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 だ、これ読まないもん。ゆずゆずが読まなきゃ、もうこれはカットという意味で。ゆずゆずこれ宿題だね。宿題だね。宿題にされちゃって、ふわふわ決めて。あ、かわいい。確かにこの3人でね、もう2人のね、空気吸うと誰でもふわふわになるよ。
さなちゃん一人でさえね、こうふわふわミームにみんなやられるなよって言ってるけどね、しおりちゃんのこの空気まで来たらもっとふわふわになっちゃうよ。いや誰でもふわふわになっちゃう。うん、しおりちゃんはほんとふわふわしてる。そう、しおりちゃんはね、なんかね、北海道出身らしいんですがね、北海道は、あれですよね、プールとかがないんですよね。そう、プール、あ、うん、プールはあるけど、そうそう。水泳の授業か。うん、水泳の授業はなかったですね。水泳の代わり何かやってたんですか？水泳、夏は、なんか、普通に体育の授業やってたけど、うん、でも冬はね、あれなんです。毎日じゃない。毎日体育の授業は、スケートだったの。うん、おー。いいなー。え、フィギュアスケートとかそういう感じですか？ね、しおりの地元は釧路なんだけど、うん、あの女の子は大体フィギュアスケート履いて、男の子はアイスホッケーを履いて、でなんかできる子、なんかやってる子はスピードスケートを履いてた。え、あのめっちゃ速いやつですか？そう。え、しおりちゃんはできるのスケート？できる。できなそうだけど、滑って転んでそうだけど。でもね、唯一スケートは、やっぱり、なんだろうね、小学校1年生の時からみんな体育の授業でやるから。うん、え、小学1年生からやるの？そう。え、すごいね。でもスケート歴何年とか。そう、ね、すごいやってますね、うん、ベテランだじゃん。え、でも、高校はなくてスケートの授業が。そうなんだ。でも中学までやったんですか？そう、あったかな。じゃあ、マイシューズとか持ってるんですか？あった。かっこいい。かっこいい。なんか、サウチスケートやったことありますよ。一回だけ。滑りました？何その滑りきないのみたいな顔。いました今の顔。サウチ滑りた？滑りに決まってんじゃん。転びまくったよ。サウチに右足スケートやってほしいって。うん。そう。お、さっきのね、今日は、あ、すごい。今日さっきの3月20日の日のこと、うんうん、今日は上野動物園開園記念日、東京国立博物館開館記念日、LP レコードの日、電卓の日だって。なんで電卓の日なんだ？なんでだろうね。きっと電卓が作られた日。できたのかな。すごい、めっちゃ真面目な記念日だ。ね、すごいね。あ、フィギュアスケートの授業でレオタード姿だったんですか、しおりんは？いや、全然。え、どんな姿でやってたんですか？あのね、普通に学校のジャージーの。ちょっと夢なかった。思ってたけど、キラキラってさ、あれかと思った。新体操みたいな感じのイメージだった。全然なんかみんなスケートウェアみたいなの着て。かっこいい感じか。お、ちょっと、すごいぞ。電卓のゆずゆずがカエルの歌を歌った日。何？もう読まなきゃよかった。カエルの歌って何よ。年始？何？年始から79日だし。なんだ？なぜ電卓の日か。日本事務機械工業会が1974年、過去昭和49年に日本の電卓生産数が世界一になったことを記念して制定だって。へー、すごい。ってことは、じゃあ今日は電卓の日だね。そうだね。うん、電卓の日でした。決まりー今日電卓の日。はい、ちょっと電卓の日。ほんと？それで、決まり？決まった。ゆずゆずの自己判断。上野動物園開園の日。どっちにしようか、じゃあ。じゃあ動物園開園の日も。イェーイ。でもさ、これもともと本当にそうなんだよね。うん、決まりって感じ。決まりってか、決まってたのかも。そうだよね。ちょっと間違ったね。うんうん、ジャージーって、ジャージー確かに。よく読めました。キャーバチバチ。そうだよね。そこ褒めるよね、やっぱり。漢字読めたもん。読めた。読めた、褒められる。漢字読めるだけで褒められるからね。さなちゃんはスケートダメそう。ゆずゆずは滑れるの。うん、ゆずゆずは？あのね、あの人生で2回スケートやったことがあって、1回目は滑れなくて、これ食べるもんだよとか言うてたんですよ。2回目は学校の授業で、なんか、遠足みたいので行って、インストラクターさんにちゃんと教えてもらって、手離し滑れるようになった。すごい。でも、ゆずゆず何でもできそう。ね、ゆずゆず何でもできそう。そんなことを、そんな、なんで今日褒めるの？熱だから。熱だからみんな優しいよ。
ゆずゆず何でもできそうだよね。できない、できない。歌も下手だし。いや、本当に下手だよ。よく怒られるもん、下手すぎて。さあ、どうでもいいけど歌下手だよね。だから言われる。家族に言われるからね、本当に。そう。では、皆さんの電卓にまつわる話よ。電卓にまつわる何がある？電卓にまつわる話。うちの近所は電卓の会社がある。すごい、何電卓の会社を作ってる会社。よくわかんない。よくわかんない。けど、なんか電卓なんとか会社みたいに書いてある。そうなんだ。しおりちゃんは電卓にまつわる話か。なんだろう、難しいね。かなり難しいね。なんかある？電卓のまつわる話は、何があるかな。難しいな。わからないボタンいっぱい置いてあるよね、確かに。そうだね。うんうん、そうだね、確かにね。確かに。今日はゆずゆず褒め倒す日ってことで、確かに。風の時はみんな優しいんだよ。八戸に滑りに来て、あ、八戸も雪があるのかな。うん、青森だもんね。よく知ってますね、青森って。じゃあゆずはね、この間からファンの方がね、八戸に住んでるんだよって言ってて、最初ね、さなつもいたっけ、なんか、青森にあるって知らなくて、八戸すら読めてなくて。だけど最近は青森で八戸っていうのだけを知って、やっと言えるようになったのに、しおりんは最初から言えた。さらって言ったよね。青森なんだ。やられてるよ、わかるよ。電卓2級の資格を持ってます。嘘かよ。嘘で、電卓工場のそばに住んでるのか。電卓はみんな使わないですよね。うん、使わないかな。なぬ、私は八戸の近所出身ですが、おお、みんな結構近いってるんですね。スケートが盛ん八戸。雪少ないの青森。少ない青森でも太平洋側。あ、一緒だ。釧路も雪そんなに積もらないです。そうなの？うん。やっぱこういう共通の話ができる。太平洋側、太平洋側。何太平洋側って、あと何側があるの？日本海側があるんだよ、ゆずゆず。わかんないよ。ね、これからなんかゆずゆずのさ、テストコーナーみたいな。やだやだ、テストコーナー。平気で2点とか取りそう。そうなの、スケートが盛んなんだね。電卓使えないボタンがたくさん。そうそう、本当にあるよね。佐久は八戸在住、うんうん、電卓検定の資格を持ってるけど、普通にすごいな。すごいね。日本海側でしょ。そうなんだね。太平洋側と日本海側があるの。日本海側は海の近くだよ。太平洋側も海の近くかな。あ、どっちも海の近くか。そうそう、そうか、そうか。どっちが寒いの？どっちが寒いんだろうね。日本海じゃん。どっちが寒いんだろう。そういうのもないのかな。寒さは多分さ、あれなんじゃない？風じゃん。関係ない。風が吹くみたいな。熱のせいなのかな。いつになんかアホだ。ちょっと。あ、ゆずゆず社会嫌いなんだ。そう、社会嫌い、すごい嫌い。ゆずゆず、まず、そう、社会嫌いなんだよね。あ、いい質問が。みんな中学校と高校って修学旅行にどこ行ってるの？おお、しおりちゃんどこ行ってました？あのね、中学校の時は、うちの学校だけ飛行機乗って、うおー、ちょっとリッチだったんだ。そう、あのね、仙台と、あと、岩手。おー、に行ったの。何したんですか？ん？違うよ、ね、飛行機乗るのが最大限みたいな感じだったね。ちょっとね。でもね、なんか川下りしたりとか岩手で。あと、中尊寺も見に行ったりしたの。そうなんだ。そう。高校の時は、ディズニーランド行ったり、東京と、京都と奈良に行った。すごい、東京と京都と奈良。へぇー。離れてるね。さなつんは？中学の時は、京都、奈良、大阪。で、高校は沖縄行きました。ちょっとリッチ、沖縄。真逆だよ。そうだよね。そうだね。すごいな、沖縄。でも11月に行ったから、海入れなかったの。そうだよね。ずっとなんか食べ物食べてた。食べ物食べてた。かわいい食べて。いいね。中学校は東京。高校は沖縄だったって。あ、みんなやっぱそんな感じなんですね。中学はサナツンと同じだな。沖縄ということはサナツンは沖縄で泳ぎましたから寒いから泳ぐ。そっか、サナツン泳げないんだっけね。泳げないし。よかったね、11月でね。よかった、ほんとに。しおりちゃんは泳げるんですか？
うん、泳げない。そうか、しおりちゃんも泳げない。え、じゃあ、ゆずだけじゃ泳げるの。あ、じゃあ今度教えてもらおうか。教えてもらおう。泳げ、結構泳げる。うん。沖縄料理で美味しいのあった？沖縄料理？うん。全部美味しかったけど、なんだろう。あの、蕎麦。なんとか蕎麦。沖縄蕎麦。そうそうそう。ソキ蕎麦。ソキ蕎麦。そうそう。あれ美味しかったです。食べたい。そう、アンダーサータギ？あの、どうやって。アンダーサータギ？どうやって。全然気づかなかった今。おお、とか言って。まあ、そう。それもまあね、それ好き。美味しいよね、こういうやつ。ドーナツなんですよ、沖縄の。ゆずいずは、ゆずいずはね、中学の修学旅行で、京都行ったのかな？京都と奈良行って、そう、金閣寺見た。見た、見た、見た。でも銀閣寺が修理中だった。残念な感じだった。残念だよね。せっかく行ったのにね。でね、お散歩？お散歩？なんだ？なんて言うんだっけ？こういう、遠足？遠足はね、ディズニーランド。一緒一緒。一緒ですよね。なんとかな。そう、私服でよかったから、みんなはしゃいで。ディズニーランド行ったことありますか？ディズニーランドあるよ。すごい好き。ディズニーランド好き。楽しいよね。なんか夢の国っぽそう。なんか一年中夢の国っぽそう。すごいはしゃぎそう、ランドで。でもなんか、やった、来たよーみたいな、なんかそういう、撮ってーみたいな。そんな感じ？ふわふわな感じがする。チンスコも美味しかった。うん、美味しいよね。美味しい。そう。アンダーサータギ。アンダーサータギ美味しいよ、ね。アンダーサータギ。だってさ、間違えちゃったんだから。でもどっちか分からなくなりません？全然。え、何？全然。今日ちょっとトラツンが、全然だって。ね、あの、具合良くなってきたから。良くなってきたから、ちょっと切れてきたぞ、優しさが。怖いよ、もうちょっと熱のふりしよっかな。ガルネコでディズニーランド企画はないのですか？行きたい。行きたい。ちょっとみんなでお願いしようよ。ガルネコでディズニーランド連れてってください。行きたいよね、みんなで。行きたいね。絶対楽しいよ。青森県はセブンイレブンないから、ガルネコさんの写真買えない。セブンがないところなんてあるんですね。っていうのをジュースもコメントで初めて知った。北海道はありました？あったあった。なんで青森ないんだろう。ないところって結構あるみたいですよね。不思議。全国デビューしてほしいね。そうだね。そう、写真が買えるんですよ、今。そう、コンビニで。そう、セブンイレブンで、コピー機の隣にある、こういう四角いので、ピピピピってやると。ね、ウィーンって出てくるみたい。でもそんな写真ないんだ、今月。そうなの？そう、レッスンあんま行ってないから、写真なくて。来月かな、多分。そっか。じゃあ来月のお楽しみですね。ぜひお買い求めください。お買い求めください。ガールズネクストで臨海学校みたいな企画があってほしいね。しかもそれ生放送とかだったらもっと面白い。生放送。絶対うるさいよね。うちが出るって。うまそう。北海道といえば、セイコーマート。あ、知ってる。セイコーマート。セイコーマート。セイコーマート知ってる？知らない。知ってる？知ってる？え、知ってるの？知ってる。何コンビニなの？そう、北海道にあるコンビニなの、セイコーマート。北海道限定？そう。かな、でもこっちにも多分ね、何個かあると思う。あるよね。そうなの？全然見たことない。セイコマってんだよ、セイコマ。あ、略して。セイコマ。略してセイコマだの。そうだよ。すごいな、北海道行ったら絶対行ってみたいな、そこよ。うちは東京だけど、ゆずゆずの写真は買わない。買ったらいいし、どういう意味？ちょっと、天使のトマトさん、ちょっとダメだよ。買ってよー。ローソンとかファミマはあるのに、そっか。ファンと一緒に臨海学校の企画で。そうそう、セイコマって、やっぱ知ってますね。ねえ、さすがですね。さすがですね。え、北海道には、ね、セイコマってみんな知ってるんですか？みんな知ってる。なんかね、普通にセブンとか、ローソンとかと同じぐらいあるの。うん、セイコマとか。すごい。しおりちゃんのブログで、ちくわパンの話。何ちくわパンって。そう、北海道ではね、多分普通なんだけど。なんか、ちくわが中に入ってるの、パンの中に。本当に？え、それって醤油とかつけて食べなくていいの？違うんだよ、あのね。めっちゃ美味しいんだから、これ。頑張ってきた。頑張ってきた。どうした、しおりちゃん。ちくわパン
めっちゃ美味しいんだから、これ。そう、見てくれてる、この方は。ね、すごく。そう。え、ジンさん、ジンさんだ。ジンさん、こんにちは。遅い。え、なになに、なまってる、しおりんも可愛いね。え、なに、ちくわパンって、え、なんか焼きそばパンみたいな感じで食べちゃう。あのね、なんかね、でもちゃんとしてるんだな、ちゃんとしてる。でもさ、こうなんで、挟まってるだけじゃなくて、こう、ちくわを、そう、包んで焼いてあるの、パン。へぇー。ちくわパン、ちくわパン今度持ってきて。持ってきます。え、どうやって？ご覧に売ってないんだよね。売ってないね。じゃあ作るか。作るか。作るか。作ったことないけど。言っちゃったよ。作るって。作れたじゃない？ね、そうだよね。八の辺には豆しとぎってお菓子がある。なんだそれ？豆しとぎって。お豆のお菓子かな。ホットドッグのソーセージの代わりにちくわが入ってる感じだよねって。この間衝撃を受けた。そうなんだ。美味しそう。すごい美味しいんだよ。え、豆しとぎ、昔よく送ってもらってた懐かしい。豆しとぎってなんだろう。わかんない。何？お菓子なんだ。面白い。フレンチドッグは砂糖、そうです。何？フレンチドッグって、アメリカンドッグって言うんだよね、こっちでね。アメリカンドッグ。アメリカンドッグある。あの丸いやつ？そう、ソーセージの上に。包まれてるやつ。そう。それにね、お砂糖をつけて食べるの。北海道っていうか道東釧路近辺の人なんだけど、甘くして食べんの。そう、だって中のウィンナーってさ、しょっぱいじゃん。でもね、美味しいんだよ。出たぞゴリ押し。お砂糖つけて食べる。あのね、お祭りとかで店でも、お砂糖ついてるの。ケチャップと砂糖どっちにしますかって聞かれるの。全然ケチャップ選ぶんだけど、その選択ね。でもね、みんなじゃあお砂糖でみたいな。お砂糖でって、選択肢があるってすごい。そうだよ。だって今コンビニで普通にいても、あれなんかアメリカ、そうそう、パコっていうやつもらう。そう、だからあれね、お砂糖もさ、コンビニの人考えてくれたらいいと思うな。え、サラサラのお砂糖。そう、あの普通の、なんていうの、なんていうんだろう、パラパラってかけるの。そう、なんかベトって。ベトって、ベトって。めっちゃついてるよ。めっちゃついてる。揚げパンみたいな。そう。の中にソーセージ。そう。ほら、美味しいじゃん。ほら、美味しい。考えてみて。ほら、美味しいじゃん。そしたら、揚げパンだけでいい。ね、揚げパンだけなんで伝わらないんだろう。なんで伝わらないのか。頑張り出した。やっぱこれもね、ちょっと持ってこよう。持ってこよう。じゃあ4月のライブ行けたらゆずゆずにあげるって。おお、豆の餅、あ、桃餅なんだ。桃餅なんだね。すごい選択肢、ほんと。キモいよね。キモいよね。確かにキモいよ。豆潰して餅粉と混ぜてできたお菓子、オーブンで軽く焼いて食べると美味しい。そうなんだ。美味しそう。豆しとぎ。食べてみたいね。美味しそうだね。でもそのアメリカンドッグのお砂糖バージョンも食べてみたいかも。これはね、食べないと分かんないと思う。え、納豆にお砂糖入れる派とか、そういう感じの考えですか？ちょっと待って、納豆にお砂糖入れるの？でも、それもいるらしい。あるよ、あるよ。え、お醤油は？お醤油も入れるのかな？なんか、お砂糖入れるんだって人もいるっぽい。入れてみよう。やったー。なんで？自分が言ったじゃん。やだ。お砂糖入れないで、納豆がかわいそう。でもなんかね、体にいいらしいよ。この間ね、それもブログに書いたんだ。そう。あんまり入れないけど、でも入れる人もいるっていうのを書いたら、なんか体にいいらしいよ、砂糖を入れたら。ちなみに麦茶に砂糖とか入れます。うちの弟がさ、昔さ、こんなでかいなんか麦茶の中にさ、めちゃめちゃ砂糖入れてさ、なんか喉が開いたと思ってこうやって入れて飲んだらさ、甘い麦茶で、なんだろ、ジュース感覚で飲んでたのかな、あれ。なんだろうね。信じらんなかった。大丈夫。甘いんだよ、麦茶。でも結構平気で飲めた。あ、ほんと？紅茶感覚なのかな、あれ。紅茶みたいな。なんかやっぱちっちゃい子って甘いのが好きなのか知らないけどね。めっちゃ砂糖入ってたよ、甘い麦茶。嫌だった。びっくりだよ。あと最近、ウミネコバクなんてお菓子が、八戸で生まれて、何ウミネコバクなんて、お菓子の名前と思えないよね、ほんとに。納豆がかわいそうって、だってちょっとね、ポップコーンみたいなの？甘い麦茶、たまにはいいけど。たまには。カツゲンもびっくり。おぉ、カツゲンも北海道の飲み物。何カツゲンって。なんかね。飲み物なんだ。そう。ジュース？
ジュース出現、そう。何ジュース？北海道出身の方いないのかな？あのね、いっぱい待ってみる。みんな。え、なになになに？あのね、骨源は、うん、なんかね、すごい濃いヤクルトみたいな。あー、なんで言うの？乳製品なの？お腹に。うん、お腹に男がない、ああいう感じのって、うん、なんかね、そう、濃い、うん、ヤクルトって言ったらいいのかな。そうなんだ、うん、え、それ北海道限定？うん、そうなの。あ、なんかやっぱ牛のイメージがある。牛からできてるのかな。え、活源って何からできてるんだろう。牛からできてる。調べてきます。活源も今度持ってきて。ねえ、持ってきてる。あ、ね、お時間残り5分ですが、うそー、早い。ゆずゆずにかわいそうと思われてる。納豆がかわいそうとかひどいよ。それじゃなんか告知はありますか？告知はですね、うんうん、今キバ系 BB チャンネルっていうところでバンドルっていうあの企画に、そう、参加させてもらってるんですけど、それでちょっとギターをやってて。おお、ギター得意なんですか？ギターはね、始めたばっかりなんです。おお、でもそう、すごい楽しくてね、うん、さっきブログ拝見しましたが、楽しそうですよね。そう、楽しいんです。そう、それギターが好きって。うん、そう、好きなんですよ、ギターが。今ね、すごいハマってて。おー、うん、いいことですね。すごい。それの配信が、うん、金曜日、隔週かな、うん、金曜日にあるので、よかったらブログから飛んで、ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックしてください。はい、はい、お願いします。お願いします。さなつんは、告知、明日、はい、21日、私のソロ撮影会があります。おめでとう！ありがとう！行くよーって。うわー、嬉しい。それで制服とラストだから制服着ようと思って、あと大学入学するからスーツも着ようと思って。かっこいい。サナツのスーツ姿が想像できない。そうね、うん、自分で着てあ似合わないなって思って。それっぽい。そう、あと24日にフレッシュさんでチャットがあります。はい、はい、あと3月28日に事務所の今高3の女の子を3人と撮影会やるんで、お、はい、よかったら来てください。お願いします。お願いします。では、ゆずゆずの告知いきますが、うん、4月3日、ガールズネクストの撮影会かな、うん、がございます。あと4月の25日も。あと、4月の8日、木曜日に、現女子さんというサイトで、ゆずゆずのグラビア写真や動画などがね、見れちゃうので、ぜひチェックしてください。詳しくはブログで。ブログゆずきのにゃははダイアリー、アメブロさんよろしくお願いします。チェックしてください。チェックしてください。どうでしたか今日は。今日楽しかったです。よかった、北海道話いっぱい聞けたし、なんか楽しかったよ。でもね、伝わらないよね、やっぱ食べないと。今度は持ってきてください。ね、本当に、うんうん。確かに。でも、そういう、ちょっと砂糖かけるか塩かけるかで、全く変わりません、食べ物って。うん、変わる変わる。だからホットドッグ、アメリカンドッグか、うん、でも買って簡単にできるじゃないですか、お酒で食べるのは。帰りちょっとアメリカンドッグ買って、いや試してみて、ほんと試してみてください。みんなもだよ、みんなも。じゃあ試してよ。冷たいな。そう、試してみてくださいよ。アメリカンドッグに試してみてね。やろう。途中からとはいえ、とても楽しかったです。来週も楽しみ。おー、皆さん嬉しい。ありがとうございます。楽しめてみましたが、楽しかった。明日はサナツンの撮影会行くよーって。嬉しい。ありがとうございます。ガルネ君応援してるよ。みんな頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、皆さん、結論、北海道で生活はできないね。結論？できる。確かに今からだとね、結構ね。大丈夫だ よ、ね、北海道いいところですよ。じゃあ皆さん来週もお楽しみにしてください。はい、それでは合言葉はガールズネクスト。バイバーイ。